夕ご飯だろうがよ。はい。夕ご飯だろうがよ。はい。いや、悔しいわ。なんで？たくさんの人の前で怒られて。夕ご飯だろうがよって。いや、なんも言い返せません。なんで？だって夕ご飯なんだもん。いた。いくぞ。なになになに？今日あの、お猿さんの日だったんですよ。なんで、適当にコンビニで買っただけなんで。最強の飯作りゃいいってこと？混ぜる。いや、それ以外ないでしょ。俺は YouTuber なんで。混ぜる？混ぜてもうまくね、大丈夫じゃね？混ぜていいですか？味濃いと危ない。佐藤のご飯だ。ちょ、こいつ、ピラ。ピラどうすればいい？温めてる、ちょっと。ピラとあるのは、ピラ、お、ピラピラ、ピラピラじゃん。ピラピラ。と、あ、シーフードヌードル。はい。シーフードヌードルそのまま炒めてもうまそうじゃない？まあ、いけるのかな？ぐちゃぐちゃぐちゃって言ってる。あ、確かに。いけそうじゃない？まあ、ピラはちょっと一旦チンする？でもさ、カルボナーラと混ざった時ちょっとうまいかなと思ったけどね。麺として。でも水分ないとこいつ無理だぞ。生き返んねえぞ。確かに。ちょっとじゃあ水分作る。そうだよね。で、ちょっとふやかして、うん、こいつ作ればいいんだ、先に。先にそれ作る。でもそいつもチンじゃない？これでもチンばっかがや。温めでもいけます。温めてチンじゃないの、それ。いや、書いてないけど見てるの。あ、そうなんだ。いや、おかしいでしょ。開かないの。開いた。最近口癖でさ、うん、いや、地獄かよって、あ、トミーも言うわ。何？地獄かよって言うんだよ、俺ら。うん。でもなんか、そう簡単に地獄って言わない方がいいかなって、うん、悩んでる。まあ、普通だから、俺らさ、全部に対してさ、いや、一番美味しいわって言うじゃん。過激なんだよね。信用を失うよね。そう。その、お前のマックス値、その程度で出んの？そう。これね、昔からね、過剰に、いや、世界一うまいわとか。うん、だからすぐ言うからね。そうそうそう。それが面白いと思って、口癖になっちゃってるせいで、うん、言葉の重みが減ってるんですよ。そうですね。だから本当に地獄の状況起きた時に、うん、地獄に見えなくなっちゃってるわけ。そうだ、もうその時も地獄って言うとしたらもう語彙力のなさ。そう、もう尺度がもう100点出しちゃってる。だからその例えばさ、好きっていう言葉よりも最上級がないせいでさ、適当に好きって言ってる人は本当に好きな時に好きって言っても伝わんないわけですよ。そういうことです。皆さん、だからちょっと言葉を大切にしましょう。僕は過激に言うのをなしにします。あ、本当に今後僕がじゃあ俺が地獄かよって言った時に本当に地獄じゃない場合はもうビンタ、簡単に言うなよ。やばくて、やってください。わかりました。まあ思いついたらやってください。はいはい、わかりました。まああえて言うとかそういうことは、うん、そうね、そうね、しなくていいからね。一応言っとか、一応ね。いや絶対言うんだろうな、絶対言うんだろうなのちょっと微妙だもんね。うん、そうそうそう。絶対って言う必要ないもんね。そうそうそう。絶対言うんだろうなの、絶対言うんだろうなっていう、その絶対って何？言うんだろうなでいいのに、絶対をつけたらさ、なんかその疑問形とおかしいからね。もう危ないですよ。もう危ないですよ。トミーもですからね。何か？え、俺は別にいいよ。やってよ。俺別にいいもん、言葉の重みとか。喋ることが大切だから、俺はたくさん喋ることが大切だから。ブレスの数よりも言葉数を喋ってることが俺も。うるせえわ、マジで。だ。いや、大丈夫です。そうね、例えば今ので、うわ、骨折れたわとかね、骨折したわとか言ったらもうピンタです。はい、骨折してねえじゃないかって。ねえ、そういうことだから。そうそう、そういうこと、そういうこと。過剰に言うのはやっぱ良くない。うん、温めていきます。はい。え、あ、確かに、ごめん、確かにあれからだったわ。大丈夫。いや、一番って絶対いて。絶対いて。あ、いや、ちょっと待って。いや、本当に本当に喋りづらい。本当に。いや、間違って入れたじゃん。え、何してんの。いや、間違って入れちゃった。じゃあこれをなんかさ、ふやかすんじゃなかったんかよ。はい。なあ、あー、喋りづらい。なあ、いいんだよ。もうやっぱやめていいですか。ダメです。いや、気にしないで喋ろうかな、もう。そう、気にしないで喋ってみたら。それでビンタされることによって、自分がどんだけそういう風な喋り方をしてるかっていう
の実感する。確かに確かに。お、いいじゃんいいじゃん、いいよ。はい。いいよ。一番うまいから。いや、言っていいんでしょ。なんで？なんでそっち向いてんの、ちょっと。入ってる？入ってない、入ってない、わかんない。入ってたらわかんないけど。入って、いや、だってさ、おかしいじゃん。一番なわけないじゃん。いや、一番うまいって言いたいじゃん。いや、一番うまいわけないじゃん。巨匠がいるわけだから。買ってきたもん全部入れていい？入れるっしょ。最後か、卵は。え、ちょっと、刺さってるこれ。大丈夫これ。刺さり。いや、これ違えな。ああ、もう逆にされてたわ。君に。え？俺やったと思ったんだよ。だからそれはさ、自分でやれや。こっちはやってたの。お前、本当にチャーハンうまくなんだ、やめろ。めんどくせえ。すごい才能。確かに。なんでそれそんなできんの？米入れるやついる？この辺。いや、なんか。いや、この世に入れてくらいいだろ。いや、この世にとか面白ワードとして足したやん。絶対に。いや、面白く喋れないんだよ、それを。あ、全然まだだけど、まあ、これで切りますよね。一番硬い。言うじゃん。何が？一番硬いって言いたいだろ。一番硬いって言っちゃダメだろ。一番ではないから、ダイヤモンドだ。ダイヤモンドが一番硬い。まあもうちょっと温めて。ダイヤ、あ、もうめちゃくちゃこぼすじゃん。めちゃくちゃこぼすって言ってるじゃん。なんで？俺はいいだろ。俺はいいだろがよ。しかもめちゃくちゃこぼしてはいたし。はぁ？溶かして溶かして。いや、本当に違うと思うわ。大切に作ってんのに。こんな入れる？いや、なんかね、固まりきってってたもん。使ってたじゃん。絶対つ、あ、しかも全然お前被ってたのと。いや、ちぐえやつがいる。うん？はい。大丈夫、絶対ちょっと変わってる。あー、まだ使うことない。そう、全然意味ない。あ、わかったわかった、俺に任せろ。いや、お前それはないわ。ねえ、お湯入れたらさ。ありがとうは？ありがとう、いい薬です。中に引っかかりそう。確かに、法律に、薬事法に引っかかりそう。薬事法に引っかかりそう。いい薬じゃないから大丈夫。でもね、なんかそういうの言っちゃダメみたいに言うよね。なんかありますよ、断定的に言っちゃいけない。はい。あ、そこのさ、このカメラやって。え、俺？お前だよ。いや、持ってるじゃん。ん？持ってるじゃん。なんで？なんでいた？いや、俺小僧じゃねえもん。な、なにお前。ロン毛ババアだ。ロン毛ババアって、ロン毛ババアって。いいかな。ロン毛ババア俺だろ。あ、いいじゃん。え、たまごっち入れていい？たまごっちじゃねえだろお前。いや、これ違うだろ。なんなん。いや、あとカメラ外でやられるっていう。いや、早いだろ、入れんの。どう考えてもよ。おい、こいつも。いや、それだ、この状態で前、麺まだちょっと吸わない、吸わせよ。めちゃくちゃ吸わせよ。え、今これ現状めちゃくちゃうまそうだよ。現状めちゃくちゃうまいです。いや、うまいです、おかしいでしょ。いやいやいや、いやいやいや、ビンタやめろ。え？ビンタやめろ。いや、確かにそれで言うと、なんか前も、うん、生配信の時に、うん、正直言ってみたいな。そういうのもうそうなんですよ。そうだよ、その正直言ってどうって。いや、大体のこと正直に言えよっていう。そう、なんでそのお前がなんかその正直じゃないベースの。そうそう、狼少年みたいなね。今日に限っては本当ですみたいな、うん、言い方して嘘ついてるっていう。そう、しかも違ったっていうね。本玉入れる？本玉後で入れる。でもこれまだこいつがまだ早く。いけるよ。え、それまだだろ、絶対。いけるよ。汁入れんなよ、いらんから汁。汁は入れないです。一番いい。お、汁入れたじゃん。はい。汁入れたじゃん。はい。入れました。入れましたね。一番いいの分、瓶がさせてもらったよ。一番いい、言った？一番いいって言ってたよ、マジ。いや、それはマジ。マジ分も。マジはマジでした。それはマジって何？マジ。確かに、ずっとマジであれよ。そう、なんだそう、マジであれよ。喋れねえ。癖づいてる。喋れ。確かに。喋れねえっておかしいじゃん。
喋れて、喋れねえっていう喋り一番おかしいですよ。喋れなくはないけど、喋りづらい。そう、喋りづらいで言います。ちょっと喋りづらいわ。うん、それならいいよね。全然面白くないじゃん。全然、いってるわ。ちょっと面白いかな。まあ、面白いと思う人もいる。今日さ、サルのさ、サルのさ、あのさ、あの、交流会でさ、うん、あの、本当はサル、最初つまんなくて言ってやった。普通にあれ、あの、悔しかったです。サル、最初めちゃくちゃつまんなくて、はい、すごい嫌でし、嫌いでしたみたいな、うん、でもなんか、見てるうちにだんだん好きになってみたいな。いや、本当に分かってるからやめてって思った。うん、そうそうそう。ありがとう。めちゃくちゃハゲてんね。え？いや、だめちゃくちゃハゲてんのは本当だから大丈夫か。あ、そうそうそう。びっくりした、ビンタされた。本当はされなかった。めちゃくちゃハゲてた。うん、それは大丈夫。ちょっとハゲてる言った方が本当だから。ビンタ。いや、めちゃくちゃだぞ。はい、これ乗り切んなくね。乗り切る。温玉は後で乗せる。うん、下に入れる。下に入れるの意味わからない。あー、うまそう。見たことない。見たことないぐらい黄色。なんか黄色いね。なんで黄色なの。車だったら止まるわ。安全運転。安全運転だった場合。おもろいですよ。チャーハンじゃん。でもなんか和洋折衷、こういうのってあんのかな。文化的になしとされてんのかな。まあだって文化がさ、こういう、違うわけだね。こういう混ざり方しないから。まあ温玉かける業界で1位じゃん。なになに。あ、これはいいんだ。1位はダメだよ。あっちだ。いや、てかね、いや、まあ、それはそうね。いや、確かに今もう、いや、都会だわ。いや、都会じゃない。いや、もうこれは都会だ。だってそれは田舎っていうものが生まれちゃった時点で、うん、そういう言葉だもん、それって。そうだな。いや、だって全ての町、うん、それぞれの良さがあるべきなんだよ、うん、でも、都会と田舎っていう言葉が悪い。うん、なんで。だって、都会はいろいろあって、田舎は田んぼしかないみたいなことじゃん。だから、いろいろある都会が悪いんだ。都会がなくなればいいんだ。ってことは全部が田舎だ。うん、したら平等だ。うん、そうなれば、そういう社会を求める。そういう社会を求める。なんなそいつ。違うかな。でも都会、いや別になんで都会は有利すぎるんだよ。だってまあね、ないって言ったところで無理じゃん。